こんにちは。今日は4月23日、赤坂御苑で開催された春の園遊会についてお話しいたします。女性皇族の皆様、春は和装、秋は洋装、決まりではありませんが、おおよそそのようになさいます。今回、愛子内親王殿下が初めてご出席なさるとのこと、学習院大学での青年の集まりでお召しになったとされる純白の振袖を拝見できるのではと期待いたしましたが、大方の予想通り、皆様洋装でお出ましでした。雅子様の娘可愛さがゆえの判断なのか、それとも愛子内親王殿下には和装でのお出ましが難しかったのか、いずれかが理由だと思われますし、今後も愛子内親王殿下がご出席になるのなら、令和の園遊会は昨年春で女性皇族の着物姿は見納めということになりそうです。ご欠席の場合、皆様はそうお召しならそれが答え合わせになりますね。来賓のために用意されたお食事もとても質素で驚きました。平成時代、園遊会を欠席した皇太子妃に皇太子殿下が振る舞われたピザやローストビーフをお土産に持ち帰ったと当たり前のように見聞きしておりました。数種類の茶菓子やオードブルが並んでいるだけのテーブルは、この日の気温とは関係なく寒々しいものに感じられました。さて、薄曇りの空の下、14時開始予定だった園遊会に両陛下は20分ほど遅刻なさいます。悪天候なので洋装になさったとするメディアもありましたが、そのようなお考えをみじんもお持ちでないことを、この日も雅子様は惜しげもなく披露してくださいました。両陛下、秋篠宮同妃両殿下以下、皇族方は皆様お並びに。こうして拝見いたしますと、やはり女性皇族は華やかでよろしいですね。隣に立つ過去内親王殿下をご覧になって、嬉しそうに笑みを浮かべる愛子内親王殿下、慕っておいでなのでしょう。過去内親王殿下は妹か弟が欲しいと長くお望みだったそうで、子供の頃から相応の付き合いをさせて差し上げればよろしかったのにと恐れながら悔やんでしまいます。20年ほど前のこと、まだお小さい東宮家の内親王に会いたいと眞子さんと共に東宮御所に伺って門前払いされたことがありました。気配りのお方である紀子妃殿下が連絡もなし、手土産もなしに娘を見送るはずもなく、本当にひどいことをする人だとつくづく実感したものです。この並び順に納得がいかないとする人がいますが、真意の順で並ばれるのですから、こちらが正解です。両陛下、秋篠宮同妃両殿下、愛子内親王殿下、佳子内親王殿下。平成時代、則宮様は紀子妃殿下と常陸宮同妃両殿下の間に並んでおいででした。昨年の新年一般参賀で秋篠宮殿下の背中をつつき、どいてと声をかけ、のかせてしまった愛子内親王殿下と、その様子を見て見ぬふりをした両陛下と、ご家族単位でのお並びなのだからあれで合っていると激しく主張した政治評論家の理解が誤っていただけです。悠仁親王殿下のお出ましは来年の春でしょうか。とても楽しみです。秋篠宮同妃両殿下のお隣にきっと立たれる悠仁親王殿下は、現在お父様と同じほどの背丈になっておいでです。常陸宮妃花子殿下に声掛けなさる佳子内親王殿下、花子妃殿下はパッとお顔をほころばせます。お足の悪い花子妃殿下をもんぱかり声をかけられたのだと思われます。昨年春も両陛下のお付きが遅れ、大変な思いをなさった花子妃殿下を佳子内親王殿下は支えておいででした。お優しい方とあちこちで耳にしますが、その通りなのだと思います。花子妃殿下の後方においでの信子妃殿下もにっこり微笑まれ、雅子様と高円宮妃が様子を伺っているように見えます。悪巧みする人ほど他人の行動が気になるものです。雅子様はインドネシア訪問時にお召しだったスーツを選びです。こうして拝見しますと、体のラインを悪目立ちさせる仕立てですね。スカートのスリットも大股で歩く雅子様には着こなせないデザインが施されていて、なんとも見苦しい姿を晒しておいでです。背中はすでにシワだらけですし。紀子妃殿下はベトナムご訪問時にお召しだった淡いイエローのスーツ。可憐な紀子妃殿下によくお似合いです。佳子内親王殿下はオレンジのドレス。こちらはかつて紀子妃殿下がお召しだったものを眞子さんに譲られ、今は佳子内親王殿下が着用なさっておいでです。
作り手はお喜びでしょう。三笠宮子女王殿下と高円宮継子女王殿下は同じサロンで仕立てたのでしょうか。似たようなデザインのスーツをお召しです。両陛下が岸田総理夫妻らからの挨拶を受け入れられ、招待客が待つ広場へ向かわれます。最高峰を歩くお二人はハンドバッグと手袋を手にぶら下げ、ふてくされたようにしてお歩きに。この時点で報道カメラが入っていることはご存知なのですから、そのお振る舞いなさってよろしいかと思いますが、老竹田久子妃殿下がこのご様子なのですから、品を作る気持ちは終わりでないのでしょう。坂道を降りる間に再び、過去内親王殿下は花子妃殿下と信子妃殿下に声掛けをなさいます。継子女王殿下は一応表情を作っているようですが、明子女王殿下と久子妃殿下は不機嫌さを隠そうとなさいません。三笠宮家と高円宮家は秋篠宮家を目の敵にしていると SNS でつぶやく方がいますが、こういったお振る舞いがゆえそのように受け止められてしまうのだと思われます。嘘をついてまで仲良しアピールする必要はありませんが、お立場をわきまえ、国民が不安にあるいは不快になるようなお振る舞いは控えていただきたいものです。皆様の後、侍従や女官が続きます。就任したばかりの吉田直政皇嗣職大夫の姿もあります。就任前はどのような方なのかと不安を抱きましたが、この方は間違いなく秋篠宮家をお支えしてくださる方と、そのお働きを見て実感しています。両陛下は愛子内親王殿下のお世話を過去内親王殿下に押し付けたのではと疑いたくなるのは、愛子内親王殿下がとにかく過去内親王殿下の方向に向き、何かとお話しかけになるからです。しかし愛子内親王殿下は大勢の人に会う、声掛けに笑顔で対応する、人前で誰かと会話することはおできになるようです。なぜ今まで隠しておいでだったのでしょう。子供用のパズルをお父さんにピースの置き場を育っても仕上げられなかったのは18歳のこと。たった4年でこんな急成長を遂げてしまわれるなんて驚きです。両陛下が来賓の前へ歓談が始まります。いつも一組に相当な時間を割いてしまう両陛下は、打って変わりハイペースで歓談をこなしていかれます。両陛下は3組目の来賓と歓談なさる頃、愛子内親王殿下がまるで子供のように歩いてこられます。とても元気に歩かれるのですね。振り向き過去内親王殿下にお声掛け、テンション高めのようです。皇族は髪を触らないという決まりがあるから前髪を直さなかったという報道をきっぱり否定なさる愛子内親王殿下。パラリ垂れ下がる前髪にこだわりでもあるのでしょうか。ハイペースで歓談なさる両陛下の後方、スマホを秋篠宮同妃両殿下に向ける男性を微笑ましく思いました。両陛下にペースを乱されることなく、秋篠宮同妃両殿下はご歓談を続けられます。あまりに早く会話を終えてしまう両陛下と、おもてなしの心をお持ちの両殿下の間はスペースが空いてしまいますが、秋篠宮殿下のペースが正しかったとこの少し後知ることになります。ずっとオフだったマイクが急に入り、俳優の北大路欣也さんと両陛下の歓談が始まります。20年前、忠犬ハチ公をモデルにした映画に主演し、その映画を皇太子ご一家は鑑賞なさいました。撮影ポイントで撮れ高を気にするあまり、前の来賓は切り捨てたのでしょう。お話も陛下よりよほど雅子様の方がなさり、陛下はお追従するばかり。社交性があるとは言えないお人柄であるがゆえ、特に会話が盛り上がる様子もなく、冗長な話に有名俳優が付き合わされる様を見せられただけでした。話の終点を探る北王子さんの配慮を両陛下はことごとく踏みにじったわけですが、眼前にいる他者の気持ちに全く意識が向かないのですね。自分が話したいから話す。大切な撮影ポイントだからしっかり撮らせる。そのために俳優を利用する。下世話な人間性を改めて知らされた私たち。ほのぼのエピソード入手のため利用される来賓たち。この日は欠席者も相当数いたそうです。北王子さん、川淵三郎さんと長話を続けたせいで、あんなに離れていた秋篠宮殿下がすぐお隣にいらしています。少しは焦りましょうよと思いましたが、そんな配慮を見せることはなく。次の歓談相手は美術家の横尾忠則さんです。横尾さんは愛美を亡くしています。飼っていた猫の絵を描き、それを発表なさっています。
雅子様はバッグからおもむろに小道具を取り出し、ご自身が飼っているという猫の話を始めます。来賓をもてなす立場にいる方が来賓の思い出を大切な家族を引っ張り出し、慈愛に満ちた私たち一家アピールに利用しました。今日は猫談義ですね。横尾さんの言葉にどんな意味が込められているのか考えもしないのでしょう。東日本大震災で被災した漁師が、仕事がなくなると丘のカッパ状態ですと窮状を嘆くのに冗談を放ったと誤解して笑ってしまったあの姿を思い出します。横尾さんも何度も話を終了させようと試みます。ちゃんとね、耳が聞こえるようになればいろいろお話ししたいと思うんですけれども、大変失礼しました。あんまりお二人を独り占めしてしまうと申し訳ないですから、どうもありがとうございました。何を言っても伝わらない人は一定数いるものですが、令和の現在、天皇皇后がその傾向を強くお持ちであるという悲劇に、来賓を含む私たち国民は見舞われています。天皇陛下の福を願うことはしませんが、令和は一日も早く終わってほしいと望むのには、こういったご姿勢に大きな理由があります。石川県議会議長の話に熱心に耳を傾ける姿をカメラにアピール。天皇皇后が2度も訪問してくださったのですから、感謝申し上げるのは県議会議長として当然のことと思います。しかしこちらでも話を終えようとタイミングを図る議長の配慮そっちのけで、何度もお辞儀なさりながら長々と話を続けてしまう雅子様。陛下より長くお話しなさることを咎められた婚約の頃が懐かしいです。あの頃からやはり周囲からの忠告に反発なさってこられたのでしょうか。だからこそのこの姿なのでしょうか。だとするなら何とも厄介なことです。話し終えたタイミングで職員が声をかけます。去年までは全く無視していましたのに、今年は素直に聞き入れるご様子。後方にいる娘のための配慮でしょうか。しかし来賓が退場なさるとする両陛下にあろうことか声がけし、ここで立ち話が始まってしまいます。どういったお立場のご婦人なのでしょう。職員の焦りが伝わってきます。結局2分強を費やし、職員に促され会場を後になさいました。こうして守られ支えられている環境を、両陛下がいかに当然の権利とお受け止めであるかよくわかるひとときでした。北王子さんまでの来賓との歓談に割いた時間はそれぞれ1分程度。北王子さんが4分、川淵さんが2分、横尾さんが7分、里中真知子さん4分、県議会議長7分。相手によってバラバラです。頂上におわす方だからこそ、国民に平等に接しなければならないはずですのに、これでは不公平が過ぎます。雅子さまはご会釈をほとんど欠席なさいますのに、青森県のとある高校が勤労奉仕団として皇居を訪れた際には必ずご出席なさいます。他は一切お出ましになりませんのに、こんな不平等、本来許されるはずがありませんのに。園遊会はかつて日本で活躍する人々を天皇がその功績を称えるため催された行事でした。子供の頃、天皇陛下に声掛けされ歓喜あまり泣き出す来賓の姿を見て、天皇陛下とお話しするのに大人なのに泣くんだと妙な点に感心したことを覚えています。他にも柔道の金メダリスト山下泰弘選手が陛下に骨が折れますかと尋ねられ、緊張のあまり2年前に骨折しましたが今は回復していますと答え、周囲を笑いに包まれたことなど、このエピソードはその後長くお茶の間の話題となりました。こうした普段とてもかっこいい大人が天皇陛下の御前では子供のようになってしまう姿が見られることもある園遊会を、天皇陛下のお声掛けが聞ける貴重な機会を春秋楽しみにしていました。ところが令和はこの体たらく。今年の秋出席する方の顔ぶれに注目したいです。令和の間、招待客が目減りし、誰でもいいから出席してくれる人をと、園遊会をどうしても開催したい人らが励み、例えば外務省出身のうさんくさい人物や、信濃町の気風が染みついた人や、誰だかわからないから名前をネットで検索したらとんでもない過去がヒットする人や、そんな人たちで埋められてしまうかもしれません。平成15年頃と記憶していますが、皇太子同妃両殿下は広く一般にお友達を募集したことがあります。
条件は一流の人。一流どころのみスポットを当て、皇太子を餌にその階級の国民を釣ったわけです。当然ですが応募者ゼロ。高みを知る人ほど謙虚であるのが日本人です。日本のことも日本人のことも何一つ理解していない皇太子妃は、この結果にますます孤独を深めたそうですが、園遊会に招く来賓も寝踏みし、身内の話に花を咲かせ、我々を褒めをたたえよと来賓に要求する異常事態は、すぐそこに迫っているのかもしれません。7歳の頃、愛子内親王殿下は北王子さんが主演なさった映画、8、約束の犬をご両親と鑑賞なさいました。覚えていらっしゃいますかという北王子さんの問いに、当然覚えていますとお答えになられたそうです。自信たっぷりですね。鑑賞後感想を求められ、素晴らしかったとお答えになられましたのに、どのあたりかとさらに質問され、緊張のあまり半分くらいしか覚えていないけれど、とてもいいことをおっしゃっているということだけは覚えていますと、答えてしまわれた2年前の出来事を払拭するほどの威力はありませんでしたが。紀子妃殿下や過去内親王殿下からのお助けを受けられながら、来賓と次々会話することができてよかったと思いました。ある程度のレベルまで到達できるようになったのが最近のことなのか、それとも他に理由があるのか判然としませんが、これから今までが嘘であるかのように、あちこちお出ましになるかもしれません。雅子さまも令和に入った途端、今までが嘘であったかのようなお出ましぶりを吐きなさっておいでです。お母さんと同じような変化を遂げるのでしょうか。だとするなら、今まで出てこられなかったことに、公表していない原因があることになってしまいますから、心配してしまいます。今回長い動画を視聴できたことで、普段見入りすることのない女王殿下からの姿をしっかり拝見することができました。明子女王殿下は、信子妃殿下を気遣うことを全くなさらず。継子女王殿下は、気さくな庶民派というより、その辺の庶民のようなお話し方をなさる方と知りました。やはりこの方たちに皇室に残っていただく理由は一つもないと実感いたしました。陽子女王殿下は出席者として丘の上にお出ましになりましたが、歓談はなさらず。メンタルケアが必要な方のようですので、先日のお二方とは違う意味で皇室を離れた方がいいように感じます。日本を離れ、しばらく天地静養なさるのもいいかもしれません。今回も両陛下は遅刻なさり、曇天の中両陛下の長話に付き合って差し上げた横尾忠則さんは、途中具合を悪くなさったようで退場なさいました。昨週の園遊会では、加藤一二三騎士が返帳した様子でした。気分や都合で歓談時間を縮めたり伸ばしたり、マダムが集うサロンじゃあるまいし、あまりに考えなしの振る舞いです。横尾さんのご回復を記念申し上げます。心のない、もてなさない、天皇を差し置いた皇后主体の園遊会は、あえて申し上げますが無価値です。昭和時代のありがたい、平成時代の和やかな園遊会を拝見してきたものとして、令和は何もかもがデタラメなので辛いです。こんなことをいつまでお続けになるつもりなのでしょう。誰一人幸せにも嬉しくもさせない時間、招待された方、その模様を主張した私たち、すべての人々をいてつかせた園遊会は、令和皇后のための社交場になり下がってしまいました。秋はどのように開催されるでしょうか。苦しむ人が出ないことを祈るばかりです。本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。